じゃあそろそろあれですかね私も宿題を出さなければいけないですね。でも次回の配信メンバーはちょっとまだ私は存じ上げておりませんので宛名は次回のメンバーになるのか、次回の配信、え、難しいね、人を知らずに考えるのか。次回あ、ピヨピヨしてる。次回メンバーで、何がいいかな。何がいいかな。アスハラ？アスカハラスメント？ダメだよそんなの。自分がやられて嫌なことを人にできない。嘘だよ真夏先生、大丈夫ですよ。真夏先生お気遣いね、気遣ってくれるから。何がいいかな。あ、似顔絵描いてもらいたい。似顔絵なんて描いてもらう機会ないよ。描いてもらいたい。それにしようかな。嫌かなみんな。別にやってくれるかな。あー、なるほど。私の好きななんとかとかもあるのね。でもなー、私いつもひっそり生きてるから。じゃあいいですか、似顔絵にしても。でもそっか、皆さんの得がない、私の似顔絵見てもむずいし、右目の霞がひどくなってきた。あ、似顔絵いいってコメント多いみたいですね。いいですか、じゃあごめんなさいね、私のやつで。じゃあうん、あ、間違えちゃった。これどっちで消す青、あ、できた、アスカできました。なんでみんなさ、すごい足のサイズ聞いてくるんですか？さっきから定期的に聞かれるんだけど、絶対教えないはい、次回配信メンバーへアスカちゃんの似顔絵を描いてくださいです。見てる、こうかです。はい、じゃあまず前回の配信メンバーさん、アスカさんからの宿題です。アスカちゃんの似顔絵を描いてください。雑で構いませんので何卒よろしくお願いしますですって。これタマミって分かってなかったんですよ、これの。アスカさんがこれを描いた時はまさか来るとはって思いました。そんな、あんな素敵なアスカさんも雑になんて書けません。一生懸命書きます。温かい目で見てくださいまさかこんな似顔絵がたまみに回ってくるとは。アスカさん、雑には書きませんから。難しい。じゃじゃん、クレヨンで描きます。
そう、一生懸命描くのにね。よーい、アスカさん顔ちっちゃくて腕が長くて、よい。あ、じゃあバスラの時のアスカさんを描きます。視聴者さん1万人超えました。 ありがとうございます。1万人ですって。じゃあ今の1万人見てくれてる方だけにお見せします。よいしょ、バスラのアスカさん。難しい。はい、描けました。大好きな大好きなアスカさん、こちらです。ドン、アスカさん。説明をしますと、アスカさんは顔が小さい、とにかくお顔が小さいので、この大きさで、これはフライングしてる時のアスカさんです。自己中で行こうの時とかで、これがお客さん、宇宙人じゃありません。イエーイ。あ、で、あと腕が長くて足も長いって感じです。はい。イエーイ。じゃあこれをアスカさんに見られないことを祈りたいと思います。丁寧に描きました。雑ではありません。じゃあ足は長く描こうと思いましたけど、そう、クレヨンって難しい。イエーイ。はい、どうでしたか？上手くなった、やった。でも似顔絵描いがあった時とか、たまみのに来てくれる方はみんな上手くなったねって言ってくれるんですよ。はい、頑張ります、これからも。でもまだまだこう生田さんとか飛鳥さんとかミオナさんとか、あの尊敬する画伯の方々がいるので、一生懸命頑張ります。4期生にももしかしたら画伯さんがいるかもしれませんし。